どうも、こんにちは、太郎です。今回はですね、こちらの創造主降臨のガチャのリベンジをしていきたいなと思います。前回ね、100連させてもらったんですけど、まあ、結果は、新しくゲットしたのはゼペットのみと、いうことで、まあ、普通に一回天井まで持ってって、優勝ガチャを引いて終わりにしたいなと思います。だから、まあ、30連か40連ぐらいでしょうか。あれ？できるかな？そんなに。ちょっと待ってね。もらってないしがあったんでね。もらってきました。125で、まず10連するでしょう？450個、無償があって、125減って、325になって、50連して、ん？できない？まあ、いっか。いや、こうしよう。優勝でガチャで引いて、無償でも引いて終わりにしよう。それがいい。20連ですね。行きましょう。まずは確定。いや、アンドレさん欲しい。シャルルは持ってる。さて、どうなるかしら。これやばいフラグ。やばいんじゃない？このフラグ。はい！頭巾か。いや、なんか、まさかのシャルルみたいな。ちょっと期待したんですけど、シャルルでもないっていう。はい、神がゲット。タイムセール引きましょうか。あ、虹？どんな人が来るんだろう。え？めっちゃ珍しい。この悪の。やば。エイクス君のオリジン来ました。嬉しい、地味に。地味にっていうか普通に嬉しい。ありがとう。じゃあ初回の半額これ引いて終わりにしましょう。なんか良かったわ。なんか良かった。胸が躍るわね。青ね。なんか10連で青ってやっぱね、なんか寂しいものある、やっぱり。でも青でも星5出ることあるからな。はい。安定の爆死って感じです。なんかサクッと終わっちゃいましたね。 X 君のオリジンちょっと見ましょうか。はい、X 君並んでますね。こんな感じで、普通の X 君こうこんな感じです。物語、物語違うのかな、ちょっと見てみるね。あ、物語が違ったのでちょっとねご紹介していこうと思います。普通の X 君これです。語られぬ英雄たちですね。シンデレラの倉庫で生まれ育った空白書の持ち主の少年、何の運命も与えられずに生まれ育ったが、レイナたちとの出会いをきっかけに自らの運命をつかみ取るべく旅に出た。すべてのヒーローの魂とコネクトすることができ、レイナたちと共に運命を巡る旅を続けた。オリジンの X 君です。空白の少年はずっと探していた。自分はなぜこの世界に生まれてきたのか、自分はどんな運命を生きればいいのか。やがて少年は仲間たちと出会い、共に奇妙なおとぎの世界を旅していく。幾多の英雄と出会い、彼らの思いを受け継いだ少年は一つの結末にたどり着く。それはです。なんかちょっと違うっていうね。いいですね。50連だけしようかな。いいでしょうか。しても50連します。せーの。あ、お、虹だ。さてどうなるかしら。追いかけた甲斐があるか。4つ目ですね。ほー、かぶりー。はい、残念。ということで、なんだかんだ30連ですかね、引かさせていただきました。X 君が出てね、僕はちょっと嬉しいです。皆さんはね、何が当たったでしょうか。よかったらコメントなどで教えてください。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。また良ければご視聴お願いします。ではまたね。バイバイ。